ラテンパーカッションのミザリートです。イエーイイエイイエイティンバレスシリーズ、ね、もうラテンなフレーズとしてですね、今回もちょっとこうねウォーミングアップしながら、でそれがこうラテンなフレーズにねつなげるような、そういった練習をねちょっとこうラテンなフレーズにつながるんではなかろうかという、こういうのも含めてですね、今回ちょっとまたねシンプルなんですが、ティンバレスのねフィルインに使う練習、これをね紹介していきたいと思います。イエーイシュワッチ。それでは早速ティンバレス、今回はですねティンバレスを使った、ラテンなフレーズ、といってもね意外とシンプルなんです。別にこのフレーズに名前がついてるわけではないんですが、よくよくねよく皆さんよく演奏するフレーズの一つよね、ティンバレスのウォーミングアップも兼ねて今回紹介してみたいと思います。ちょっと今回もメモでですねボードにこのように書いてはおりますが、一応こう、今日のメインはねタタタタタンタパタパタンとこの5つ叩くウォーミングアップ、ね、まあ全部リムショットでもいいんですが、あのオープンの音とリムショットの音をねこう切り替える練習も含め兼ねて、オープン4つ、着地点がリムショットとね、この辺の真ん中叩いてもいいし、ちょっと外したところでも構いません。結構2つともねこのオープンも2種類ありますよね、ど真ん中のオープンと、ね、少し、外したといってもこのリムとセンターのちょうど真ん中くらいにスティックの先がある感じのオープン、倍音が多いオープンで、そこに、その位置からリムショット、それぞれ皆さんできるテンポで構いません。トトトトパン、トトトトパンとね、左スタートでもですね、右スタートだと右にが着地、左スタートだと左着地、一応練習としては両方ねウォーミングアップしてもいいかもしれないですね。こう実際の楽器を叩く位置もねこう確認しながら、この動画ではね思いっきり叩くとですねちょっと音が割れてしまうんで、そんなに思いっきり叩いてないんですが、雰囲気だけでもね分かっていただきたいと思います。結構ね強めに叩いても面白いですし、ある程度ねせっかく楽器を叩けるときにはある程度の音をね叩きたいわけですよ。トコトコタン、トトトトタン、このように連続で叩くときに一応譜面でこう今ここにメモしたのはタタタタタタタ、2拍目はタッタタにするとトトトトタンですが、そのまた2回目にやるときもトトトトタタ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 タというふうにねつなげていってもいいですね。タタタタタンタタタタタンというね、タカタカタタタトト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 、左でこう練習してます。右右右で連続でやるのも面白いんですよ。右からスタート、右からスタートで連続でやるというのも面白いですし、左だけでスタートしてもいいですね、うん、非常にこう、楽器にこうねとりあえず楽器をこう叩くっていう意味ではですね、この音色の違いをね、うん、ちょっとこう練習しながら、まあ、フレーズもそうなんですけども、こう音色、例えば今この高い方だけでも3種類叩き分けてるわけですね。真ん中のオープンと外したオープンとリムショットと3種類、この3種類をトトトトターンの中でねトトトトのオープンの音色を変えながらっていうのと、
余裕がある方はローからこのローヘッドに持ってきて、ドドドドバンっていうふうにちょっと移動の練習も兼ねてね、こういう移動の練習も兼ねて、今は 2-3 マンボウでね、タカタカティン、トコトコティン、タカタカティン、タカタカ、タカタカタン、タカタカタンと3拍で進む。この譜面メモリーで読んでいくと3拍フレーズみたいな感じになりますが、このように連続でやってももちろんフレーズにつながりますね。例えば今はね、例えばチャチャのような、タドティクタドティク、チャチャチャのような、テンポ演奏してるね。このようなね、感じで。フィルインとかソロしてってもいいわけですし、フレーズとしてね、一つのフレーズ練習という感じで。うん。とリム、なんかこう全部リムショットを打ってももちろん派手で素敵なんですけども、素敵っていうね、派手でいいんですけども、オープンリム、オープンリムね、ティンバレスはハイとローしかありませんけども、このちょっとこう違いをね少し盛り込みながら、タパタパターンの中にこうね動いていくと、トクトクテン、トコトコテン、トコトコってね、カカカカカ、ね、クラブと同時にやるとこれまたいい練習になりますけどね、トクトク、まあ、今は片方でやる、今さっきは練習はね両方でやってましたけど、このようなね練習、タカタカティン、トコトコティン、タカタカタンティン、コントンティン、ケンティン、ドボドボダン、ダバダバダン、ダバダバディン、ダバダバディン、ダバダバディン、フィルインやソロでねのフレーズに一つでも加えてもらえるといいですね。ちょっとこうシンプル。割と難しくない。まあでもテンポに乗せるのは難しいかもしれませんが、音色を変えるのはね。ダバダバダ、ダバダバダ。ダバダバダ、ダバダバダ、ダバダバダ。ね、ダバダバダン、ダバダバダン。まあ、あの4拍目はこれ一応四分の C ということで4拍目書いてますが、別にこれなくしちゃって3拍フレーズもいいし、これ4拍目ももし何かフレーズをね、ドロロロラン、ドロロロラン、ドドドドコドコダン、ドコドカダガタね、タランか違うフレーズをもちろん入れてもいいわけですね。タラララランタラララランケリンケドコドコデンドコドコデンタララって、そうするとまあ4でくくる感じになりますけどね。でこれをなくすと3つで進めると、どこ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 でんどこどこでんだかだかでんだかだかでん、ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー、タンね、タンティン、チトントンティン、タンティン、トコトコ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 ティン、ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー、なんかこうあれなんか、うん、なんかよくわかんない、なんかなんかね、そこは3拍フレーズの面白いところでありますよね。なんかこう、あれってこうずれていくようなね、感じになる。でもフレーズとしては、こう一つね、流れがこうずっとあるわけですね。ずっと継続しているわけですね。まあこれも一つね、こうラテンでよく、実はこのフレーズもよくね、演奏する、耳にすることがあるフレーズなんでね、今回ご紹介しました。いい練習になりますよね。ウォーミングアップ。ぜひですね、ちょっと練習してみてください。ラテンなフレーズ、トコトコターンでございました。イエイ。今回はですね、タコタコダンっていうこのシンプルなフレーズでもなんかすごく演奏するのに難しい、ね、フレーズでもありますよね。今回はこのように紹介しました、まあ、ウォーミングアップも兼ねたようなフレーズで、このようにですね、ラテンのフレーズもちろん今後も紹介していきたいと思ってますが、なんかなるだけシンプルにこうウォーミングアップをねして
ているんですが、それがこうソロやフィルにつながる、こんなようなねフレーズどんどん増やして、ね、紹介していきたいとも思ってまたね思ってますんで、ね、またちょっと長い目で、ね、一つ見ていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録していただきまして、いいねボタン、ね、押していただけると、大変嬉しく思います。よろしくお願いします。パーカッションのリザリートです。イエーイイエイイエイ。ミザリーとラテンパーカッションチャンネル、ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。イエーイシュワッチ。